半間洋先生です。簡単にね、玉ねぎのみじん切りと納豆と卵2個でご飯かけで食べました。簡単な食事でしたね。後でラーメンをね、美味しいラーメンを食べます。冷凍ラーメンですね。生麺のやつですね。で、こちらね、取引した結果ですね、これ時間足1分にして1時間で投資点ですね。で、今480円ぐらい上がって、今どうかなというところですね。で、ね、稼ぎは今のところこうですね。これだけ買ってるんです。1ヶ月でね、試験投資ですけどね。1ヶ月間でね、こうレポートするんですね。で、このようにね、非常に安定で必ず勝ってますね。ここら辺はね、ここは負けてね、まあこういう感じでね、100万ドル投資したらこの100倍の利益ですからね。今1万ドルずつ投資ですけどね。難しいですね。で、1時間、1分足と1時間足のね。で、今通してるのが、ね、ユーロ JPY これですけども、1万ドルですね。約、これはね、証拠金3203でしょ。かけるごとの400だから。128万1200円投資してるわけですね。128万1200円、まあ130万ぐらいですかね。130万の投資状況ですね。ほんとこれ難しいからね、こう見た感じガチャガチャ行くから、これもガチャガチャ行って、これのこの辺のピークと高さ見るんですよ。これね、1個2個3個4個ちょっとでしょ。1234、なんで最悪値でこれはこれ低いのもあるんだろうね。1個2個3個ね。ね。ここの下段からね、上までのこの大体平均ね、ここで取れてるかってですね、ここで。1、2、3。1、2、3、4。これでしょ。3個で取れてるね。あ、ここはいいんでしょう、これはね。ちょっと変えましょうか。ね。で、これでね、モディファイするんですけど、このいくつだったかな。これちょっと上がりすぎてるかな。モディファイですね。だから400だから200ぐらいにした。200だとこの半分でしょ。ね。ちょっとやってやろうかな。ね。ここにぶつかったら計算しましょうと。
1、2、3個だからね。だから200にしたんです、スプレッドね。一応、次のためがあるから、まあ、一応これとかな。ね。現在の時刻は、ですね。今シャワー浴びてきたんですよ。最高。僕はこのね、薬用クリームを飲むんですけど、手にね。できちゃったな。390円か。こう上がって上がって上がって、またズドンとここら辺まで上がらないかということですね。無理かな。スマホウォッチですね、これね。充電しないとダメかな。充電しようか。出ないわ、これ。充電した。ああ、きついね、これね。これは、だけど、なかなかね、大きいとこに当たることが難しいんですよね。ああ、こんな下がってきちゃった。これ、ズドーンと下がるかもしんないね。ああ、しょうがないね。ちょっと諦めるかな。怒ってきちゃったからな。あ、また上がるかもしれない。ね。これ下がりそうな感じはする。だけど上がるでしょう、ここら辺がね。ゼロになってきちゃったな。ちょっと難しいんでね。